腰折れスズメとは、宇治周囲物語に入っている説話である。あるところに優しいおばあさんがいた。ある日のこと、腰の折れたスズメを助け出し、水や米をやったりしていろいろと世話をした。そのうち、怪我も治って元気になったスズメはどこかへ飛んでいった。しばらくして再びおばあさんのところを訪れたスズメは、世話になったお礼と言って種を置いていった。 その種を庭に埋めたところ、芽が出て、どんどん成長をし、やがてたくさんの氷炭がなった。その氷炭を軒先に干しておいたところ、氷炭から米が、ポロポロと出てくるようになった。いくら取り出しても米は、尽きることなく出てくるので、おばあさんは食べ物に困らなくなり裕福になった。それを見ていた隣に住んでいた欲の深いおばあさんは、 自分も真似をしようとして、怪我をしたスズメがいないかと探していたが、なかなか見つからなかったので、米をまき、食べに来たスズメに石を投げわざと怪我をさせた。そのズメを持って帰り、朝晩と解放をし、やがて離してしまった。しばらくして、そのスズメがやってきて種を置いていった。早速おばあさんは、その種をまいた。やがて芽が出て、 成長をし、氷炭がなった。おばあさんは氷炭を収穫ししばらく置いていたが、いつまで経っても何も出てこないので、頭に来たおばあさんは、斧で叩き割った。そうしたら、毒虫やら何やらがうじゃうじゃ出てきて、おばあさんを襲い、とうとう殺してしまった。ありがとうございます。